よし。お、エルムギガースヘッジホッグ3。なんか敵の鳴りが最初ら辺っぽいな。ジグラドギガースとか。あ、出してるか先生。先生捕らえるか、エルムギガース。こんなやつを捕らえたとなれば、買うかこいつを紐として。キモくせえな、なんかどことなくね、なんかしっかり働いてるっていう感じよりもカッコつけてあんま稼がないみたいな印象あるわ。エルムギガース、ちょっと待って先生、こんなもんか。ほんの少し上げただけだけどね。捕らえろ。多分コロナ後つけてねえよな。てかリフレクかかってんじゃん。無理だ無理だ、もうコロナ後なしで俺はもう捕らえる気にならんわ。勝った。さあね、コロナ後つけっか。タイガーマスクなんですけどね、タイガーマスク強いな確かに。てか防御低いな、さすがに22は。さすがに低いわ。気づけば竜騎士も320か、あと80。あのヌードの女の20は効いたな。あれでガッと伸びた。捕らえたい、捕らえたいキーナンバーワンです。モンドセレクション金賞受賞。吸血する MP もないのか、パイソン。貧乏家庭に生まれたパイソン。捕らえるのだけ捕らえればもういいね。拉致していった牧人。捕らえるもん捕らえるもん、こっち弱ねえんだお前らに。お、どうした。エクセスが無の力を手に入れる前に、もう手に入れたんじゃねえのかなって。ギードはまだ俺たちの力じゃ勝てない。伝説の十二度武器、封印状クーザーか。もう手に入れてたように見えるけどな、無の力は。どう見ても。お。高そうだな、ここ家賃。178,000円ぐらいするだろ。無の力よ。我にその姿を見せよ。もう全然手に入れてるじゃん。手に入れる前にとか言って十分に手に入れとる。何も感じない。いい感じに何も感じないところついてくるなこいつ。何も感じねえよ俺は。武器を吸い取られ、武器を置いてるところ吸い取られたら嫌だけど何も感じねえよ。血が無に吸い込まれている。やだ。ポーズだけの。アグネスちゃんと一緒だ今のところこいつ。やめろっつってるけど。今俺に嘘発見機なり心電図なりをつけてみてほしい。乱れなし。形状もいいところ。
朝だ。ただちょっと最近寒くなってきたかなっていうところあるんだよな。まあでもちょっと寒いぐらいの方が安眠できるかなってところあるんだよ。毛布がかぶれるからな。なんか毛布かぶった方が安眠できるんだよな、夏よりも。夏のあの薄いシーツではちょっと安眠できないわ。鳥の極地。何も起こらない、この若者の怒り。行き場のない怒りを低い手にぶつける。でも、でも行かなくちゃ。最近こいつはノリが暗いぞ。なんか俺が間違ってるみたいだ。でも行かなくちゃとか言って怒られそう。俺がやめろよ新助、罰や謝れとか言われそう。急にあいつらちょっと前まで散々はしゃいでたくせに。お前らの音、しっとりの時とノリの時の差がわからん、俺は。さあ、急に解放されたわけだね。どうすればいいよ、俺は。サイコロで決めるか、これ。どこ行くか。心サイコロで切るよ。4が出た。4だ。よし。フォークタワー。何も言わない。なんか言えよ、お前。そのバリアの、どういうバリアの感じなのかぐらい言えよ。お前らの考察意見は何にもなしかい。本当何も言わなかったもん、こいつ。お。任しておけ。異世界のピアノに触れてきた。異世界の音楽に触れてきた。こいつノリの良さをそのピアノに打ち込んでる。ぶつけてるな。力の歌。徐々に経過。もうちょっと吟遊には詳しくなってきたぞ。歌には徐々に経過、速攻で効果があるもの2つある。ってことはこれ歌うと次第にってことは、もうじゃあ戦いが長引けば長引くほどってことか。ちょっと待って、その前にハイポハイポしよう。でも打てねえだろうな、ここクソだから。あれ今見覚えのあるやつか。見た、走ってる。須藤じいちゃんが中に閉じ込められたらしい。誰か警察に電話してくれ。俺は自分の用事があるんで。一刻も早く、すぐに警察に連絡するんだ。俺は用事がある。俺なんか行くとこねえじゃん、なんか。もう全部、おい。ほとんど行くとこねえ。食われちゃった、全部。ここどこだ？見分けつかない、なんか。あれか。あの、そう、出なかったんだよ。地味すぎて。どうか。いやでも新鮮、あでもハイボーション絶対買わないとな。これ絶対にいるわ。で目薬がなんかちょっと最近よく使うんだよな。まあこれも10個ぐらい買うか。いらねえけど、ちょっと高えな金の針。でもこれから使うかもしれんな。これから金の針の時代が来るかもしれん。フェニックスの高え相変わらず。クソ暴言、道具屋に暴言吐いてる。あ、なんかセリフ変わってんな。よし、これを指針にするか。サイコロの代わりに。もう遅えよ、モーグリだと。おじじい。武器防具屋の娘がリモンを探しておったが。あ、そういう情報までくれるんだ。
南後ろには近づかない方がいいよ。そうだ、南後ろ行こう。こいつら結構いい情報落とすな。落とし。東の村は闇に逃れていたって、その前に東の村って元からはなかった気がするんだが、お前たちもう受け入れたのか、新たな世界に。こいつ変わらねえ。辺境であることは変わらない。このジジイの中で辺境へのプライド。え、なんか音鳴ったけど。お兄ちゃんたちがエクスデスと戦ってるのね。これ私の宝物なんだけどあげる。いいもんもあって。音早かったぞちょっと今。おい音声早いぞ今。バレちゃったじゃないか、アイテムくれんの。リボンか。いくらで売れるかな。お、もう3個もあるじゃないか。じゃあさっきもらったやつ送ろう。いやー、1ギルと1ギルか。 ATM の手数料代にもならねえ女な。さあどこ行こう。何もなかったな、ここ。そうだ、南、あ、もうここなんかあれだな、観光の辺境になってるな。一応セーブしていこう。さあシールド、あら何お前ら、こんなところで。あ、図書室か。こいつら風の神殿から回復の、え、お前らどっから来たの。風の神殿から来たの。大体のやつ読めるだろ、これ。昭和の神殿の中に風に守られるし、対空の西の孤島の神殿のことでしょうか。お、どんどん。これ結構話す価値あると見たら、打たれる水の裏側に打たれる水だと。次々に解読してるこいつが。おう、なんか遊んでるだけじゃないんだこいつら。このなんか、平和が破られて突然役立つようになったこいつら。エクスデスソウル。関わってられるか、こんな急頭身。あまりにも頭身が高すぎるわ。隣に並びたくない。三つの封印を解かん。浮きの前に立ち語りかけよう。封印は解かれ石場砕け散るだろう。砕け散ることはないだろう。いくら十二の武器から三つを選ぶということか。扉がなぜか閉まる。このちょうどいい高さだな、ここ。この上に腰掛けて、コンビニで買った弁当を食べる。外で食うのがうまいんだよ。これを俺が自由に選べるというのか。何が何だか忘れちゃったな。上から行くか。じゃあエクスカリバー使わねえけど、使わねえけど、どれ。エクスカリバー、でもエクスカリバーって最後じゃない。なんかエクスカリバー取るの俺ね、弁当で一番最初にうまい、一番うまいの食うの好きじゃないんだよ。でもこれ俺にとってはうまくねえから一番最初に取ろう。なんかここにグレインがなくなっちゃいそうで。それに上から時計回りに取っていくと何かが起きるかもしれない。時計、よくぞ時計回りに取った。貴様にアイスコーヒー一杯プレゼントっつって上から出てくるかもしれない。スタンプを集めた時みたいな、アイスコーヒー S をプレゼント。アサシンだが、真のアサシンのみが持つことができるだがを手に入れてしまったか。もう一人死んでるな。お前もこの前立ち会え。かわいそうだ、さすがに。もうエクスカリバーとアサシンだが取るとこ見せたけど。両手持ち可能、魔法剣がかかる。もっとその武器の歴史をなぞれ。ここで両手持ち可能、魔法剣がかかるだけなんか、だってなんかちょっと味気ねえわ。伝説の剣、王の中の王みたいな感じで言って、そういう褒めすぎた感じで。魔法真の殺し屋の使っていた愛と魔法剣がかかる。うっ、文句と白魔同士、逆にかわいそうだ。白魔同士はいいだろ。じゃあ文句はともかく、誰でも装備できるんじゃないか、アサシンだが。じゃあどうする。じゃあパリスでいいか。こいつがアサシンに、あたいがアサシンに
装備するだけでアサシン級これは12の武器間違いない。これは12の武器、封印されし12の武器の一つ、サスケの刀。もう待って、刀系が2つ連続で来ちゃったらちょっと飛ばすわこれ。サスでもサスケの刀って忍者専用じゃないの。なんか忍者装備できるもの、シーンも装備できるみたいな感じだ。待て、アサシンだからの次。いやでも連続で取っていかないと。サスケの刀、さらにシーフが行ってしまうのか。高見えとサスケの刀がいかに忍者だけなのか、忍者とシーフなのか。今まで忍者とシーフは兄弟みたいなもんだったじゃん。なんで急にシーフをハブる。ツインランサーだって円月輪だって。円月輪は忍者装備できるのか。まあできるだろうと。今まで兄弟みたいなもんだったのに急にハブりやがって。許せんぞ。シーフオブザソードみたいなの出てきた。お前には装備させてやんねえからな。我がしもべとなりし次元の狭間の者たちを。ドゥ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 。俺ドゥドゥをやるわ。音楽会で。ドゥドゥ。クリスタルの光に導かれし戦士たちは陰性の石板を求めている。危ねえ、何人か危ねえ。ちょっと何かあったら落ちそうなところ。なんでお前らこんな足場の悪いところにいるんだよ。上にもうちょっと広いスペースあったら行って殺せ。 N 王を倒した12の武器、あれが奴らの手に渡ったら厄介だ。お、我々ができなくて私たちがふむ、生き魔物たちよ、その間に我は武の力を完全に我が物とする。えらい従順だな。なんつうか、お前何ポットでのくせに偉そうにしてんだよみたいな感じにならねえの。従順すぎるだろ次元の狭間。そんなカリスマあるな X です。まあスタイルいいしな X です。量産されすぎだろ。ここもう完全に居座っちゃってんじゃないか X です。それが上司となってる。いやいや、えシールドドラゴンはどうなったんだよ。てかお前らよく無事だな。そこのエクスデスソウルがいるのに。こいつらを生贄に捧げる。エクスデスソウルの。さあアサシンダガーを手に入れてしまったぜ伝説の。あれここなんだ。ここなんかあったっけ。なんもね。まあいいアサシンダガーで聞く。しかし牧人がここに来て、牧人がまた手に入るとは思わなかった。これが伝説の十二の武器、アサシンだわ。おー最近なんかなんだ、目をつぶすのがトレンドなのか。トレンド目つぶし4000件のツイート。日本の至る所で目つぶしだ。うん、自分にバーサクは当ててくれよそこ。え、これ何チェーンウィップ。未だチェーンウィップなんだ。頑張るねチェーンウィップで。ほほほ、これが伝説の12の武器の一つ、アサシンだ。攻撃力が80だからな。今までよくて60とかじゃなかった。そういう世界で生きてたのにさ、急に80だなんて。ここはなんかね、町の人たちのあれ教えがあるわ。町の人たちの教えを。上級者になったかな。はい、では初心者の館に行ってそれを正直に言うがよ。なんでそれ正直に言うがよっていうか、それは正直に言うだろ上級者だったの。いいえ、すっぴんはすべての武器防具、モノマネしたリボン以外のすべての防具を装備することができるの。だけど力や魔力は低いから弱いわよね。でも他のジョブをマスターまで育てれば大丈夫。スピンとモノマネしたマスターによったジョブの能力値とそのジョブが最初から持っているアビリティを引き継ぐ。ではないと黒魔道士、シーフがマスターの時
すっぴんやモノマネ師はナイトと同じ力、クロマ同士と同じ魔力、それにチーフのアビリティである隠し強いダッシュをさらに2つのアビリティをつけることができる。いくつかマスター上映できる方になったらすっぴんやモノマネ師の方が強いってわけ。まあ確かになっと、まあ確かになるほどというような内容ではあったけど、でもお前なんかなんだこの釈然としない気持ち、俺たちは実践を得てきたのに、あれだけの実践を得てきたのに、なんかこんな女子供に教えられる、亀の化け物、あこいつはあれのこと言ってんだ、あの大したこと言わねえ、そういや力の歌を手に入れたんだっけな、まあそんなに披露する機会はなさそうだから、おいちょっと近くに通りかかっただけだろ、突っ込む気やねえ、ちょっとだけ外出てみるか。お、まあ、この下行けるのかとして。まさか火力船が。なんだよ、これだけかよ。てっきり火力船があると思ったのに、この後に及んで。下に行ってみるか。次元の狭間だからちょっとエコーがかかっただろうな、うっす。次元の狭間の敵の力、どれほどのものか。アンクヘッグ、地震臭がするこいつ。門番的なあれか、次元の狭間の。これ2連続来たな。あ、待て。いけ、僕じゃん。次元の狭間よ。次元の狭間から呼び寄せた。うるるおい、降りてくるな、あぶねえ、これの安心だ、逃げろ逃げろ、ふぅ、嵐なんねんか、お前、あー捕らえればよかったね、すげえ経験値だ、でもこれ4人だからだろ、4人じゃない、2人だからだ、帰ろう、おい、あ、危ない、焦ってしまった、思わずやめて、顔がもうやばい、この人顔からしてやばい、そんな9が1に、見る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 人、あぶねえ、勝った。いや、シーフって大事なんだな。俺今までシーフの大切さに気づかないでいたわ。シーフって大事だったんだ。もう看板変えとく、看板置いとく、ここに。次元の狭間注意。じゃないと入っちゃうだろ、俺。お。ちょうど良さそうなところかな、ちょうど良さそうだし、死んでちょうど良さそうだし、あ、お前いるんだ、お、ってことはフレアも使える、今の俺たちがフレアを使ったらどうなってしまうんだ、それは興味のあるところだな。警察に怒られるぞ、こんなところでコテージ使ったら、まあガタガタか、この国を警察、俺もう24分もやったら嘘、もうちょいやるわ、そんなやってねえだろ、嘘だ、お前らかよ。じゃあ今日はこの辺で、お前らと今から戦いやれよ。